今日はだんだんと冬型の気圧配置が強まります。日差しが届いていても太平洋側でも雨や雪が降る可能性があります。高畑さん、はい、太平洋側は現在薄雲が広がっているところ多くなっているですが、はい、天気崩れる心配はありますか？そうですね、はい、太平洋側のエリアも各地にわか雨やにわか雪に注意が必要な状況となります。はい、まず現在の状況から見ていきたいと思います。8時30分現在の皆様からのリポートを見ていきますと、近畿から東海にかけては少しこう雲が多めとなっていまして、特に東海地方は岐阜県の美濃地方、そして愛知県の尾張地方ですね、こういったところ雨雲流れ込んでいるような状況がわかります。はい、雨のご報告が多くなっています。一方ですね、関東周辺見ていきますと、こちらは関東南部を中心に晴れのご報告が多くなっているような状況となっていますけれども、はい、特に午後の時間帯、夕方以降ですね、にわか雨に注意が必要な状況となります。というのもですね、上空の風の様子を少し見ていきますと、こちらは上空、1500メートル付近の風の様子です。はい、今日は全般に次第に冬型の気圧配置となりますので、北西の風がこう吹く形となるんですけれども、はい、この北西の風に乗って東海地方や近畿地方も雨雲流れ込みやすくなります。また関東周辺は北寄りの風と西寄りの風がぶつかりまして、ちょうどこの周辺で雨雲が発生する可能性があるんですね。はい、まず雨雲の予想を見ていきますと、こちら10時からの雨雲の予想となります。東海地方、近畿地方を中心に見ていきますと、このあと特に雨や雪が降りやすいのは岐阜県の美濃地方ということになりますね。先ほどの北西の風に乗って雨雲、雪雲が流れ込みやすい状況が夜にかけて続きます。はい、そして日付の変わった後は岐阜県内美濃地方でも雪が道路にうっすら積もってくる可能性がありますので注意をしてください。そして関東ですけれども、特に夕方以降の時間帯注意必要となります。先ほどの風と風のぶつかり合いによって雨雲が発生してきます。特に注意が必要なのは関東の南部ですね、千葉県や神奈川県内、こういったところで雲が広がりやすく、場合によってはにわか雨やあられの可能性がありますので、こちらも注意をしてください。はい、最新の気象情報をお伝えしていきました。太平洋側も空の変化、雲の変化にご注意ください。最新の気象情報はこの後もウェザーニュースのアプリからご確認ください。